小なり百万回言えばよかった大なり井上真央佐藤健松山健一が連ドラ初共演脚本家足立尚子のオリジナル A のオリジナル。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。女優の井上真央さん主演の連続ドラマ100万回言えばよかった TBSK 金曜午後10時が1月13日に始まる。突然死んで幽霊となって現世をさまよう鳥の直樹佐藤健さんと恋人の直樹の死を受け入れられない相場優衣井上さん直樹と唯一意思疎通できる刑事魚住城松山健一さんの3人が必死に運命に抗い奇跡を起こそうとする姿を描く。初回は15分拡大で放送。脚本は2021年度前期の NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、おかえりモネ、などで知られる足立直子さんのオリジナル。井上さん、佐藤さん、松山さんは連ドラ初共演だ。優衣と出会う脳神経内科医のソンハヨンを女優のシムウンギョンさん、直樹とたびたび遭遇する謎の男をお笑いコンビ、インパルスの板倉俊之さんが演じる。洋食店ハチドリのオーナー池澤英介役で荒川良繰り返しさん、城ヶ尾事件の被害者高原良佳役で近藤千尋さんも出演する。第一話は、互いを運命の相手と確信していた優衣と直樹。優衣にプロポーズしようと決めた矢先、直樹は不可解な事件に巻き込まれる。最愛の人が突然姿を消した悲しみに暮れながらも直樹を懸命に探す優衣は刑事魚住城と出会う。後日、城は町中で直樹の姿を見つけて話しかけると、直樹は幽霊となっていて、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。